はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も、第3のビール、金麦の、ゴールド、ラガー、金麦の新しいやつが出ました。本格二段仕込み、天然水醸造、アルコール度数が6%の第3のビール。原材料が発泡酒、括弧麦芽とホップと糖類と、スピリッツ、括弧小麦と炭酸ガスです。糖類が入ってんのか。糖類が入ってんのか。ちょっと嫌な予感しかしないですけどね。まあ、前回、以前飲んだのが、朝日のね、極上ってやつ。あれがマジでとんでもなくうまかったんで。とんでもなくうまかったんで。マジでびっくりしましたね。あれちょっとうますぎたん、多分あれだね。まあいいや、乾杯。まあ、やっぱちょっと甘いな。ちょっとなんか。甘いのと後味がやっぱちょっと糖類入ってるから甘い。あとちょっとなんか癖がある。ちょっと癖がある。若干、あと、アルコール度数も、アルコール臭もしますね。こちらが2月の5日発売となっております。あと薄い味が、まうまくねえな。そんなにうめえと思わない。本格二段仕込み。麦のうまさやコクを引き出すために、本格二段仕込み製法を当社新ジャンルで初めて採用。うまみ麦芽。うまみ成分の多い、うまみ麦芽を使用することで、麦のうまみを感じられる、中身に仕上げました。HHS 製法。当社独自技術 HHS 製法で作られた麦芽を一部使用することで、心地の良い喉越しを実現。で、高発酵、高炭酸。発酵度を高め、高炭酸にすることで後味のキレとすっきりとした、飲みやすさを実現。うわー、もう朝日の極上飲んだ後だとマジで全然味があれだな。うまさ別格だな、これ。やっぱなんかあれだな。いかにうまいかわかるの、これ。
だからあれですよ、今、絶対朝日極上は、多分、間違いなく1年以内に、味変わると思うんで、絶対。多分1年後にね、飲んだらね、あれ？こんなにまずかったっけ？みたいな感じになる。あれ、今、出だしが、うまかったからって、油断したらもうダメですよ。あれ絶対買った方がいい。今まだ2ヶ月ちょいしか経ってないですけど。あれはもう、やべえほどうめえんで。これダメだ。これはうまくない。うまくないな、これな。濃くない。濃く薄い。薄い。濃く薄い。甘みが若干強い。香りは、まあ、普通ぐらいか。これ、うまくないです。1432です。ご視聴ありがとうございました。